演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、剣美の雫甘酒アイスというものを食べてみたいと思います。甘酒ということは、あの飲む点滴ですね。そして自分が唯一飲める、食べられるお酒でもあります。まあお酒というのかどうかちょっと怪しいので、中身はこんな感じですね。なんか新幹線のアイスクリームってこういうパッケージに入ってるイメージありますけど、それでそういう感じなんでしょうか、やっぱり。中身はまあ甘酒も白なので、バニラアイスとあんまり変わらないような気もしますね、この見た目は。ではこんな感じになってます。いただきます。結構シャリシャリしてるんですね。甘さはしっかり感じられて美味しいですね。アイスクリームなんですけど、食感はちょっとシャリッとしていて、シャーベットに近い感じがありましたね。で、口の中に入れるとクリームがとろけるとともに、甘酒の独特な甘さが口の中にふわーっと広がってきて、結構強烈に来ましたね。なので甘酒が好きか否かで好みは分かれると思います。まあ苦手な人はそもそも買わないとは思いますが、甘酒が好きな人には、変わった食べ方がしたいという人にはぜひおすすめできるアイスですね。シャリシャリとしていて、体を冷やしたいとき、栄養を取りたいときにぴったりですね。まあアイスで栄養を取れるのかと言われるとちょっとうーんな部分もありますが、でも美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。シャリシャリ食感いいですね。もっと量食べたかったな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。